おはようございます。片岡です。よろしくお願いします。ですね、あとお紹介ありましたように、今までのお話をですね、ちょっと受ける形でですね、今日は滝沢白書からどういう、知見ですね、ことを得られているかということについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。それで今日お集まりの皆様方のですね、この滝沢白書のアンケート、結構たくさんの質問項目があるんですけれども、ご協力をいただいている方たくさんいらっしゃると思いますので、改めてですね、御礼申し上げます。そういったご協力のもとに、いろいろと情報がですね、我々も収集できてですね、今後の予測ということもできるようになっておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。で、ですね、まずこれは、当たり前のことですけれども、攻めと守りということで、で今、今日話題にしているのはこの攻めの部分ですね。で DX に、今の言葉で言うとなりますということです。で IT 人材白書では3年前ぐらいにですね、デジタルトランスフォーメーションという言葉を使ったんですけれども、その当時はですね、デジタルトランスフォーメーションってほとんどの方がこういうセミナーをやってもですね、聞いたこともないというような状態でしたけれども、かなり一般的に使われるようになったということで、共通認識はできてきたかなと。だけど中身の定義は結構違ってると。それは最初 の DX の調査で分かったところです。で、ここ の DX がなかなか進んでいないということになるんですけれども、これ、IT 人材白書2018の調査結果を、ちょっと最初に振り返ってみたいと思います。あんまり時間がないので振り返って、食べるかと思うんですが。で今年の調査になりますね。で昨年2018で出したんですけれども、ここに課題解決型とかつ創造型ということで、2つに分類してですね、人材をですね、実態を調査したということです。でここで言ってる課題解決型っていうのは、先ほど のほぼ従来型の人材に近いかなと、定義的に。で価値創造型っていうのは先端型に近いかなと、ちょっとそのテクノロジーベースなのと、それから、いわゆる価値を本当に生み出すのかとか、効率化、それから生産性向上みたいなこととの区別はしてるんですけど、そういうふうにとっていただける。それから課題解決型は、ここの他の言葉で言うと SOR だったりモード1で、価値創造だったら SOE だったりモード2、そんな形になります。で、これ IT 企業とユーザー企業で、そういった人材がですね、特に実務者層ですね、さっき質が大事だって話が冒頭ありましたけども、質の面で、どこが不足しているかですね、逆に言うとそれぞれの人材でこういった質が必要だっていうことです。でこれはこれも、2つ目の、お話の中でありましたけれども、人材層ということで、マインドとか、そういったアジャイル型とかっていう話、そういった人材が必要になってくるということですけど、その DX を進めるための価値創造型人材ということで言いますと、ここにあるような問題を発見する力だったりですね、新しい技術への好奇心、適応力、創造力、独創力、独創性、創造性、こんなところが、従来型、課題解決型に比べると上位、そんな違いがあります。でこれはユーザー企業もほぼ同じような傾向なんですけれども、もちろん共通して必要な知識っていうのは、質っていうのはあるんですけれども、それ以外には大きくそういったところが違っているというのを、2018年の、2018ですね、これでは出させていただきました。で、ここから得られたのが、IT 人材白書2018で得られたことですけど、企業文化だったり、そういったいろんなモチベーションを上げるための施策、これがですね、人材の意欲だとかモチベーションにすごく影響を与えているということです。で、それが自律的な成長を促しているということは IT 人材白書2018で分かりました。じゃあその結果として人材の質が向上しているのかと、でさらに向上した質でもって何がもたらされているのか、必要なのは価値創造、場合によって生産性向上とかそういったこともありますけれども、そこへどう影響を及ぼしているのかということを調べたのが2019年で、こういう尺度で調べました。これが
人材質の質の向上に関わる、企業文風土だったり文化じゃないかということで、まあ、有識者の皆様と議論をして、こういった、1,2,3,4,5,6,7つの項目で調査しました。ここから人材白書2019のお話で、まあ、今日人材白書全体はこういうところなんですけれども、まず第2部の方からお話しますね。最後に、まとめのところでメッセージとポイントということでお話しします。で、まあ、誘導化ということで、特にその IT 企業に偏在している人材がユーザー企業に、どうやって誘導していくかっていうお話が、まあ、ありました。で、これを実態として調査したのが、この2019で発表している調査です。で、2013年度にも調査をしてますので、昨年の2018年度との比較をしています。で、これを見ますと、まあ、多少中身はですね、細かく2018年度は分けていますので、IT 企業からユーザー企業へということで言いますと、この 51.5% が 59.6% ということで増えている。この流動化が高まっているというのが一つポイントです。ただこれ、ユーザー企業も IT 部門だけを見てますので、実際に事業部門ですね、特に自動車関係とか機械産業とか、こういったところ相当大量に IT 人材を、まあ、新卒でも市中層採用でも確保しようとしていますので、実態の動きはそこまで見るとですね、もっと流動しているんではないかなというふうには推測しています。で、そんな中でですね、ここからは企業に関わるお話になるんですけど、それぞれの企業はですね、人材の質を向上できているかっていう話になるんです。まずは人材の質を向上しようとしたら、優秀な人を集めるってことが必要ですよね。で、まあ、優秀な人を集めようとしたら、やっぱ応募を増やさなければ集まらないということになる。で、じゃあ応募が増えてるかということなんですけれども、ここにあるように IT 企業はですね、軒並み2、3年前より応募が減っています。そもそもの応募が減っているということです。まあ、301名以上から1000名以上の企業だけは、2、3年前から応募が減ったというところ、増えたところの差を見るとですね、増えてますけど、そこだけということになります。で、応募が増えているところと、それから、まあ、増えていないところ、減ったというところですね、と比較するとですね、自分の会社の先ほどの7つの指標ありますね、文化とか風土、こういったところでどこに差があるかということを、比較したのがこの資料です。で、自社の強みだった魅力がここにあるよって言ってるのが、まあ、IT 企業の場合はですね、お互いに成長する学び合う、育てる、助け合う土壌があるということと、リスクを取って新しいことにチャレンジするというところが、まあ、特に差が出ています。まあ、全体的に、応募が増えたところっていうのは、この、枠がですね、大きく出ています。それからユーザー企業ですね。で、ユーザー企業は、これも IT 部門ですけれども、まあ、2013年と比較して、これがあれですね、2、3年前と比較したって話ですね。応募状況には大きな変化はないです。で、これも応募が増えたところと、それから減ったところ2、3年前ですね、比較をしているんですけれども、ここはまあかなり明確にですね、差が出ています。まあ、先ほど、お話をしたような中の、リスクを取って新しいことにチャレンジするというところもありますけれども、社内の風通しだとかですね、多様な価値観、こういったところにも、差が出ています。まあ、こういったところがまず人材の質に、影響しているということは言える。次、まあ、今日のテーマのデジタルトランスフォーメーションですね。ここではまあデジタル化ということで言ってますけれども、デジタル化に取り組んでいる企業の割合ということですね。これはユーザー企業に対してそういった取り組みをちゃんと提示できているかっていう、まあ、そういうポイントになりますけれども、で、取り組んでいる成果が出ている、成果が出始めた、出ない、こういう、まあ、指標でですね、比較をしています。で、まず、取り組みが高いところ、要するに成果が出てくるところですけれども、ここと、それからそうでないところを比較してみますと、
ですね、特に、まあ、差がですね大きいのは対応柔軟なワークスタイルとかテクノロジーの選択、こういったところが差が大きくですね、まあ、そういった工夫をされているという企業です。それから実際に成果が出ているかどうかという話ですね。で、成果が出ているっていうところ、まあいくつかのポイントで、成果が出ている企業と出ていない企業の差が高くなっているんですけれども、まあ、ここに指し示す通り、の部分でですね、差が大きく出ているということです。それからユーザー企業です。で、ユーザー企業も、まあ、こういった分類をしています。で、まあ、ここは採用する上での工夫ということですね、まあ、先ほど IT 企業と同様のところが差が出ています。で、デジタル化で成果が出てるか出ていないというところで、まあ、これちょっとくくり方が違うんですけれども、成果が 出ている、出始めたと成果が出ていないという比較です。まあ、これも、ご覧になって、一定して分かる通り、これだけ差が出ています。まあ、特にこの右側の3つですね。で、このあたりで、ちょっと全体のまとめをお話ししたいと思います。ちょっと駆け足になって申し訳ないんですけれども、まあ、流動性は高まってますよ、で人材ももちろん不足してますよというのは今までのメッセージにありました通りです。で、これがですね、企業の文化や風土、そういったものによってですね、人材の確保に大きく差が出ているということです。でも差が出ているということは、人材をちゃんと確保できているか、質が高まっているかということにも影響しています。でそれとともにデジタル化に差が生まれているということも明確になりました。昨年度の調査で仮説で持っていたところが、まあ、かなり、明確に今回明らかになっています。逆に言うと優秀な人材が集まって育てられて、でその DX を進められる企業風土文化が作られるということになっています。で、まあ、ここにですね、企業が生き残り発展していくためには自社の文化や風土を変革することが必要であるという話を書いてますけれども、実際にスイスのビジネススクールですね、IMD、ここで DX の目的は何だというふうに言います。で、まあ、その DX はデジタルじゃないよというところがあるんですけど、要はビジネスパフォーマンスをどう向上するということですね。で、これについては組織変革からしか達成できないという言い方さえされています。ということで、まあ、ここにある通りのことは、そういった機関でもお話がされているところです。で、最後にですね、このサブタイトルのメッセージ、で人から始まるデジタル改革、このタイトルが非常に受けが良くて、これいいですっていろんなところから言われて、まあ、非常に自己満足をしているんですけども、これやっぱりですね、まあ、ここに書いてあることは細かくは申し上げませんけれども、人、要するに企業に集まっている人々、その人たちの豊かさということが、その多様性だったりですね、それからチャレンジだったり、そういったもので、まあ、育まれて、で、やっぱり DX で一番大事なのは、顧客の経験価値、エクスペリエンス、まあ、こういったことを高められる、従業員がそういう豊かでないと、顧客の価値が上がっていかない。ということね。でもそれが結果として産業競争力を高めて、まあ、社会を高めて、こうさらに動くんです。こういうことではないかなというふうに思っています。まあ、そういった意味で改めて人から始まるデジタル変化ということで私の話を終えたいと思います。ありがとうございました。